はい、藤子です。今日はね、母親が私が子供の時によく作ってくれてたおやつで、ちくわぶを使ったおやつがあるんですね。そちらをこれから、再現してご紹介していこうかななんて思っております。で、まあもちろんこれをね、茹でるところから始めんだけど、ちくわぶを袋から、取り出し、お好みの大きさに切り、約20分煮込んでください。結構煮るんだね。はい、というわけで、鍋に水を張って、沸騰させていきます。で、袋から取り出しましたので、これをできるだけ薄くスライスしていこうと思います。まあこんな感じでね、2、3mm の厚さの程度、2、3mm 程度の厚さかな。はい、では沸騰してきたので茹でていきます。はい、では再沸騰してきたので火をちょっと弱めます。で、まあ20分って書いてあったけど、煮込むわけじゃなくてね、茹でたいだけなの で薄切りにしたからね、これを5、6分ぐらいかな、茹でていこうと思います。ちょうどいい硬さに茹で上がったと思いますので、水気を切ってきます。で、ここにですね、黒蜜をまあ適当にねかけるわけですよね。そしてこの上にきな粉も適当にかけるわけですね。これで完成でございます。やったー。はい、ではいただきます。よくつけてね、きな粉も黒蜜もよくつけてね。はい、いただきます。だね、あのくず餅のちょっと餅っぽい弾力が弱い的な感じかな。まあ茹でる硬さで違うかもしれないけど、柔らかくしたかったら10分ぐらい茹でてみたら違うかもしれないしね。でもこれね、茹で時間短くて硬すぎると多分美味しくないから、柔らかめにね茹でてあげると違和感なく食べれると思いますよ。ねえ、びっくりでしょ。だってちくわぶなんてさ、おでんの具だとしかさ考えたことなかったから。で、形がさ星形みたいな感じで可愛らしいから、まあ子供たちとかにもね受けそうな感じでしょ。ああ、面白いな、ちょっと自分もやってみたいなって思った方ね、参考にしていただけたらいいんじゃないかなと思います。いつも見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。ではまた、バイナラー。